運営さんやるやん。いつもありがとうございます。おそぼんば徳島の番組です。そのドッカンバトルをやっていくんですけども、カリスマからのでミッションがねあの7777万ダメージ以上のまあミッションがあるんですよね。であの俺クリアしてるんですけど、第1回目でなんかあれやわ、ミッション報酬がリセットされてるから、これ第1回目クリアした方もぜひね、まあ、やってほしいですね。ちょっとねやっていこう。力で俺どの編成でいったらこの編成いってる。やっぱりさ、こいつね、これね、行こうみんな。そう、これを借りよう皆さん。皆さんこれを借りようね。でこいつと合わせてほしいんだわ。わかった。じゃあね、今回なしで行こうな。今回なしで行って、なんか補正そうだな。結局隣同士で使いたいわけや。そういうことやな。これそうだな、補正なんか、まあ、とにかくなんか補正をなんかおったかな、補正キャラなんかおったか。おらんな。なんかヒーローズの補正ってなんかおりそうでおらんのな。誰でもいいかなんかイベントさん行きましょうか。イベントさんでね、でこいつとこいつを隣同士でこいつで叩いてほしいんですよ。あ、これどんなやったかな。うわ、並びがしんどい。並びしんどいな。じゃあリタマラしよう。リタマラで隣同士の時に叩いてほしいんだわ。だったよね。そうだよね。そうだ。もうめんどくせえな、これからの。もう結局またリターンマナー、ところまで飛ばそうかな。ところまで飛ばしてもいいと思う。に絶対この虹のこれ借りてな。ところまで飛ばそう。うっとし。そう。この並び。この並びで、限界突破フルパワーベジと法ゼロで、ぶったたくっていうやり方。そう。そうなんよ。そういうやり方よ。わかるかい?まあ、あとは全然余裕やわ。もうあとは限界突破フルパワーベジット4ゼロでやってくれるからよ。そう、1500万出るからね。ベジット4ゼロと、隣同士で使うと。で、これで完速だったはず。ほらね。そうだよね。そういうこと。そういうことですよ。これでもうミッション達成できたやん。やったな。簡単やん。そう。フレンドさんで、この虹の、このベジット限界突破フルパワーゼノをお借りするっていう感じな。よし、これで初心者さんでもね、ミッション、報酬手に入ることができますわ。やったな。今日完璧な解説やな。ちょっとリタマラーをね、酔えるけどね。まあ、それはええやん、別に。な。リタマラーぐらいどうってことで流石くれるんだからよ。ごめんな、偉そうに。ごめんな。でかいね。何がとは言わんけど。でかいなぁ。でかいぜ。これって、倒さないかんかったっけ。いや、倒さんでええやろ。確かね、無事めがすことできるの、確か。このグレートサイヤマン。確か無事めがせれるはず。さあ、このパンゼのね、極限してね、強くなったよ。まだ極限させてないよ。極限、だけど2時に来られたら無理やもん、だって。2時ってそんな選手の。お昼の2時やね。はい。お昼の2時に来られたところでね、私には無理。溶接中に極限 Z バトル。できるんかな、オートで。そこまでしてね。現場管理者に見つかったらどないするんだって。どう言い訳するんだって話なんですけど。まあ、なんか、視聴者が求めてるから俺をっつって視聴者を巻き込んでいくスタイル。そう、でアクティブ打ったら確定返信やからね。いやー、これね、持ってない方ぜひね、このヒーローズコラボガシャで出していただきたいですね。いや、ほんまに。ピックアップされるんかな。ピックアップされないだろうな。お、ぶちめがされるんじゃん。これ無理か。確かぶちめげされるんよ、これ。お、生きるんじゃん。赤いやんか。お、生きるんじゃん。
いけたんじゃん。あかんけ。お、いけたんじゃん。お、ぶちめかしたやん。やった。やったなのかもよ。ほんでいけるやろ。ほんでミッション達成したぜ。ミッション達成した。うん。だからフレンドさんで、あの、虹のね、限界突破ベジット4ゼロで、あのね、あの、ベジットゼロ、隣同士で使ってな、みんなな。で、サンターンの間でいけるか。おーほい、おーほい、もうなほろに、もう、もう、いやいや、もうこの会社電波悪すぎるんだが、もうでかい、でかい Wi-Fi、なんか空調、あの、オフィスにある空調バリのでかい Wi-Fi 置いてほしい。ほんまに、もう12個やったやん。うん。これでいけるだろ。なあ、3個あ、え ?3 個第1回。え第1回どれが第1回よ。あ、これ第2回のやつや。ごめんごめん。まあそんな感じでやって。でもそんな感じでやったら、あの、ミッション、あの、達成できるから。びっくりした。あ、そっかそっか。あ、結局いいかなあかんのか。うん。はいはい。よし。いい解説動画だったと思う。いやー、もう特番今日良かったわって方はね、あの、高評価ね。で、チャンネル登録をされなかったらぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。